です。ベトナムはね、もう本当に自転車よりもスクーターに乗ってる人が多いんじゃないかっていうぐらいね、スクーターがめちゃめちゃ走ってるんですけど、あら今いないな、結構いるでしょうな。で、今日の動画は、日本食の丸亀うどんをご紹介しようと思います。ベトナムにはね、結構日本食のお店があって、丸亀うどんとか、あとすき家とか大阪王将もありました。でアメリカが約10日間ぐらいいたんですけれども、若干日本食が恋しくなったので、ベトナムの一番初めの動画は、丸亀うどんをご紹介しようと思います。それではもうお店結構近いので、向かおうと思います。で信号一応あるんですけど、バイクが止まんないのね、なかなか。なのでもう動画ちょっと撮りながら歩くのはすごく危ないので、ちょっとお店まではね消して行こうと思います。なんか特にね、今日週末なのかバイクがめちゃめちゃ多いです。で、ここに見える、ここが、丸亀うどんです。ここに今行こうと思います。もう昼過ぎなので結構空いてるとは思うんですけれどもね、どんなメニューがあるのかわかんないんですけれども、以前タイに行った時、バンコクの丸亀うどんにはトムヤムうどんとか焼きうどんとかいろいろあったんですけれどもね、ベトナムの丸亀うどんは初めてなので、ちょっとベトナムっぽいものをねオーダーしようかなと思います。じゃあ行こうかな、赤青になったらね。
で、もうほんとお鍋ですごい美味しそう。スープもなんか3種類ぐらいから得られて、で今回かずえちゃんは普通の出汁にしたんですけど、コラーゲンとか味噌のなんか出汁もあって、でこの具も選べるの、今回はキムチとニラにしたんですけど、ビーフとかあとシーフードとかいろいろあって、でこんだけついて、まあ、800円なのでめちゃめちゃお得かなと思います。これないよね、日本ではね。まあ早速いただきます、熱々のうちに。めちゃめちゃ美味しかったです。1人前でも結構量があったのですごく満腹になりました。普通に釜揚げの値段が、日本円で200円弱ぐらいだったので、まあ、そんなに日本と値段変わらないかなと思いました。でかずえちゃんが食べたのが、まあ、大体800円900円ぐらい、まあ、ちょっと高いんですけれども、結構量もあったので、そんなに高くはないかなと感じました。はい、ということで、まあ、これから5日間ぐらいベトナムあるので、まあ、多分ね、まあ、多分っていうかほぼまた食べ風みたいな、食べ風じゃない、食べログみたいな、食べ物レポートになると思うんですけれども、皆さん楽しみにしててください。はい、ということで今日の動画はおしまいです。またね、バイバイ。Still in bed. We don't want